さあ、やっていきましょうか。バイオハザード6オープンセサミー。はい、ということで前回はね、まあ、相変わらずの荒れっぷり具合をお見せしながらなんとかね、無事クリアすることができました。なんかね、あの最強の廃個体もね、150発か200発くらいのね、ハンドガンをぶちのめしながら無事、クリアすることができたということで、おやすみなさい。タイムカードの時間です。はい。と、そんなことを言いながらですね、で、実はあの前回ね、そのアリポンさんにあやかって、氷枕をね、ノートパソコンさんにプレゼントしてみたらどうなるかなと思ってね、今実際ね、あの、下に置くと、あの、操作するのにすごいね、プル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 ミキプルになっちゃうから、まぁ、あ、ちょっとね、あの、キーボードの方に、まぁ、自分が操作しないところ、まぁ、あ、特にそのモーターが回っているところも関係してるから、そっちの方に置いてみてね、一体どうなるかなというところ、今ね、あの、いそいそ楽しんでいるというところでございます。ここは特になんもなかったか、ちょっと待って、ガンパウダーが。ガンパウダー。いや、いいね。で、どうしよっかな。これでも上から覗いててもいるし、下は下、真下はいないのか。でもあいつらな、向かい合ってな、そろそろ一発やろうかって、結局、チュッチュしようぜみたいな感じで見つめ合ってるかな。あー、しかもあれだよ。連の子、あ、ちょっと待って。ういー。よいしょ。あ、しかも3体いたのか。気づかなかったですね。燃え。いいね、燃えた。燃え燃え。よし、おいでおいでおいで。燃え燃えパニック、燃えピッピ。ほい、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 ほい。ちょっと巻き込み事故、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 巻き込み、カキーン。あ、さすがにあの高さから落ちたら、あーん、あーん。氷枕さんの意味がないわ。あ、生きてた。氷枕さん置いてるけど全然あれだね。あれやっぱり外見だからな、中身からやらないといけないのかな。うん、ヒューマン。すごいな、あいつ背中から落ちてるのにガンガン平気で生きとる。いやー、おたくましいで限りでございますね。ほれ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 、オッケー。さあ終わりかな。え、生きてる。あ、へー、はしごから落とすと相当苦しそうに死ぬんすね。なるほど。いやー、お疲れ様でございました。あ、ちょっとこっち行ったらあれか。行っちゃうことになっちゃうから。あ、ちょっとこっちはあれだね。来た道だね。来た道になっちゃうんだね。ヘンド、ハンドガンじゃなかった。サムシンガン、金塊ダイ。金塊ダイ。大事なことなので2回言ってみた。ダイ。で、ハンターマ。キーバット。キーバック。キーバック、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 キーバック。あ、オペレーションハービー。で、これ、レオンの、あれだ、少佐がラブラブって言ってる写真だな。で、F。で、よいしょっと、フィット、ハンドガンション、マイ。で、こっち、あん、あん、頼みます。今日はそこまでお釜になりたい気分じゃないのよ。Look alive.一流品ばっかりだろうってか、知ってるぜ。おめえが二流品を俺に押し付けたことなんかないだろう。窮地の、あ、何持ってくれてねえのか、てめえ。二流だな、この野郎。これ、なんか、必要のないもの。あ、やった。素材すごい。4つも大歓迎だぜ。4つか、4つでなんとかなるかな。ならない気がするんだよな。頭なんか握りつぶされまくりそうな気がするからな。ていうか、どうせあとチャプターも2つだしな。2個くらい。ちょっと拝借してっても許されんだろ。へまして死ぬなよ。でもへましてなくても、まともにプレイを頑張ろうと思っても死んでるんですから。うん、仕方ないよね。こっちにしとくか。ヒヒヒヒヒ、Thank you。よいしょっと。で、ここはなんかあるっけ？ここは何もないの。降りた瞬間、ダメ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 。ダメよ。いるんだろ？少佐。出てこいよ。T、降り立った私には怖いものがめっちゃある。待ちわびていたぞ。ルーキー。なあ、なぜかね、ここだけはね、あの、ルーキーっていう言い方をするんだよね。なぜか新米じゃないんだよね。なんとも甘っちょろい判断だ。うん。娘を助けに行くことが甘っちょろいっていうのは一体まあどういうことなのかっていうのをちょっと詳しくあの論理的に教えていただきたい。思った通り、浅はかなやつだ。お前には誰も救えん。誰一人な。まあ楽しんでいきましょう。黙れクレオさん。
まあ誰一人救えないかどうかで言うと、まあ今までに剣道も無理でした、エイダも無理でした。まあエイダは実質で生きてたからあれだったけど、だからまあここでなんとか取り戻したいと思っているところです。まあでもあれだよ、クレアとチェリーはちゃんと助けたからね。俺がこんなことをしている理由が復讐のためだと。復讐というのはあれでしょ、なんかそういうプレイを楽しんでるんでしょ。あの密林で天の啓示を得た。天啓示、密林、この世界で何よりも重要なもの。あれだ、蛇を刺し殺して食べたら実は美味しかったっていう、そういうオチだろ。力だと、力こそパワー。昔から嫌な奴だったが、もうちょっと少なくとも以前のあんたは誇りを持ち合わせて会話をしてた方がいいのかもしれないと思うけど、まあ、この様一人くらいふざけてる人間がいた方が面白いよね。はここまでだ。始めよう。最後の狂乱だ。で、デュアン。走る走る走るよ。しかないのか。走って逃げるよ。うわあ！まさか食らうと思ってなかった。何を止められる？遠慮は無用だ。うん、遠慮しないよ、遠慮しないで、さっさと次に進もうと思っております。よいしょ。あれ少佐、おお少佐、少佐、あいててててててて、うぅ危ない。少佐、少佐、少佐、少佐強い。少佐どこ行った？あいてててて、ふい、あ、ちょちょちょ、課金課金、ふい、よし。あ、いや、あ、ちょ、いいよしんじゃん、いいよしんじゃん。あれ、まさかボタンも反応しなくなってきた。相手のペースに乗るなとは教わった。あ、上か。あー、ちょっと待って、おい、あ、やばいやばい、ルーキーがもうルーキーしてる。あばい、ほい、課金、あ、ちょ、課金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 、おう、おう、これの時あれでしょ。あ、ちょ、ずるいってずるいって、体力削らないで、エッチ。まだまだだな。あー、危ない。おお、ギリギリ立ってる。あれ、君はなぜ生きているのかな。うん、おお、おお、やばいやばいやばい。あー、体力が、抵抗できるだけの体力がなかった。一体何をしていた。満喫暮らし。やっぱ少佐は強いな。まともに戦ったら、うん、俺まともに戦えないんだけどな。ちょっと待ってよ、少佐とはせめてさ、ちゃんと戦いたいんだけど、なんとかなりませんか、ポコンさん。まあ、私のパソコンちゃんなんだけどさ。うわーん、こっからだわん。無理だわん、行くわん。よし、ふい、ちょ、よいしょ、走る。あ、言われた通りに走っておりますだす。ふい、あー、なんかデジャブ。何をためらう。デジャブですね。何をためらうって、ためらってなどいないんです。さあさあ来い、さあ来い、さあ来い。おれおれおれ、うわ、ちょ、あれ、甘い甘い甘い。うわ、ちょ、痛い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 。足払いはずるいです。ふいふい、そんな大ぶりなキックで俺を殺せると思っているのか、タコめ。ふい、甘いぜ。ふい、ありゃ、キック、ティ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 、あ、ちょ、ガウザー、うざうざ、この野郎、サザンクロスしてやる。ほら、貼り付けの系だ、貼り付け。どこ行った？あ、痛い、嘘、背中の毛、日本語が喋れなくなりました。はい。ふい、甘い、そんな大ぶりなキック。ノーモーションで来いよ、ノーモーションで。おい。え、ちょ、わお、なんで E 押してるのに反応しないんだろうね。運なのかな、運なのかな、うちっちー。え、ちょ、おー、どっか消えた。ちょっと待って、おかしくないか、お前。お前さ、サングラス何のためにしてるんだ？ん？なんとか第一関門突破。はい。よし、くるくるくる。これ8個もやんなきゃいけないっていうのがなかなか大変だよねー。
この時にあれなんだよね、あそこにいろいろなんかレーザー砲みたいなのが仕掛けられてないからね。よし、じゃあこの辺りにアイテムはないのかな。よし、ちょっと降りましょう。だんだん操作してるところのキーボードも熱くなってきた。それまでなかったのにね。直感を信じろ、あんたの口癖でした。よいしょ。でここ来ようとするとまともには戦えない。きたーし、ふいふい。あー、なんだ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 、ビビり散らかしてってんのかい。それで終わりかい。逆か、こっちか。うわー、どんどんどん。よし、で出てくるよね。こちら、あれあれ、あ、ですよね。チラッと出てきた。墓場はここだ。ジュン、ブキーン。墓場はここだって。じゃあちょっと墓標をちゃんときちんと用意していただいてよろしいでしょうか。よいしょ。なんでこんな、なんでこんな、よいしょ、大変なんだ。あ、じゃ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 じ。ちょっとどこ行くん。もうこんな大変な思いをクラウザーでやったらもっとやばいぞ。よいしょ、思い出したよ。でこっち下に注目させておいての上、知ってた。オッケー、甘いね。でここいつもなんかクラウザーにやられちまうから、よし、カリの、カリカリカリをカリカリしちゃうぜ。仕留め損ねたか、運に助けられたな。うんちに助けられたってか。さっきから下品下品でしかないよね。ああ、もうパソコン固まったよ、大変だよ。もう嫌な予感しかしないよ。こっち行ったらチラッと行ったら出てこないんかーい。あれ、ここ出てくるんじゃなかったっけ。移動速度だけはやたらと速かった気がするんですよね、なんかね。よいしょ。さあこっち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 来るよね。ああ、やっぱりそうだ。で、あそこからチュドンチュドン撃ってくるから、そのざまでよく生き延びてきたものだな。いやー、だってまあ、もっと雑魚がいっぱいいるからさ。あれ、ちょっと待って。てか、普通に臆病と警察は、ういー、あ、痛い。そうだろう、さあな。てか、狙うのが下手すぎないか、君。狙うのが下手すぎてワロス。よいしょ、しゃがんで。あ、申し訳ない。急に上手になりやがった。よいしょ。急に上手。あ、プレゼント for you。 で、どっか行っちゃうのか。で、その間にこっちはアイテムを回収しに行けば、それで全て許される。あちょー、破片手榴弾か。ちょっと使えないな。使っちゃいけない気がするんだよね。これどっち？右か。オッケー。よう、こんなん瞬時に設置できるな。さすがゲリラ戦が得意というね。ゲリラ豪雨得意な男子。おい。よいしょと。おい。ハンガン。じゃ、ちょっと待ってよ。行くか！行くかって言ってるのにさ、なんでそうなるの？で、覚悟しろ、ルーキー。おら、おら、おら、おら。もうお互いむちゃくちゃ、お互いむちゃくちゃ。落ちるんかい。よいしょと。おい、おい。無様だ。無様です。焦りを感じ。でも豚の君よりマシだぜ。豚、この醜い豚野郎。ちょ、醜い豚に。醜い豚。休んだらどうだ。腕の古傷が痛むだろう。刺さったことがある古傷って甘い。あ、ちょん？爆発。どこ行った？
あ、急になんかそんな例え話言われても何にも響かないっすよって、後ろ、ちょっと待って、やばい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 、ありがとう、助けてくれて。あー、もう出た、始まったよ。何一つ学んでないのは、うい、ご存知でございます。褒め言葉として受け取っとくよ。よいしょ。あ、なんでスペースが発動しないんだろうね、不思議だよね。危ないよね。あ、いててててて、あー、よかったね、仕切ってたよね。それしかないようだな、クラザ。そうさ、そうなんですよ。こいつも意外と脳筋なんだよな。まあ体見てわかるけどな、脳筋だって。賢そうには見えないよね。ふっ、クラザ、そろそろ終わらせ、クラザー。ふっ、くるっと死顔になるぞ。し、無様な死神になるってか。いやー、それはかっこいいんじゃないですか。死神は結局デスノーデスノーデスノート。え、どこ行った、どこ行った、どこ。ああ、なんだ、急に変身。なんかうん、もう手を引け、クラウザ。思ってたよりは順調にいってる気がする。なんかもっと250回くらい死ぬかと思ってたからさ。大丈夫かな。ジッパー開けちゃってさ、なんかちょっとエロいことをお見せしようと思っているんだろう。ニョキ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 。いいか、俺は左手が勃起するんだ。まあ、ド変態であることに間違いないよね。ちょっとパソコンちゃんマシになってるかも。温度はね、操作はクソですけど。ルーキー、新兵、新兵って名前いたな、そういえば。幼児言っちゃうと特定のあれがかわいそうだから言わないけど、まあとんでもなく面白いやつだったよね。いろいろぶっ飛んでんだよな。さあ終わらせようか。急に、この急になんかクリープ現象で動いてる車と相撲を取って、で結果骨折するっていう。それはするだろうっていう。さあ来い。あ、違う。あ、違う。一発お見舞いしただけで終わり？真の力。俺なら返品するね。返品どころかもうあれですよね。もうクーリングオフ外傷。多分あれだな、7日以上やっちゃってっからダメなんだろうな、多分な。で、ああ仕方ないね。ほい。あ、素材、あ、素材ですね。はい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 。ぴょん。ほい。えい。逃げようとしてないんすよ。戦いの場に移動しようとしてるんすよ。ほい。やった、レッドハーブが2個も来た。やったね、やったね。ほい、じゃあ。ぺけん。えい、よいしょ。ほい、ほい、ほい。よいしょ。んで、こいつも。こんだけありゃなんとかなるでしょう。回復のタイミングさえ見せらなければ。まあ一つね、懸念事項としてはね、アイテム欄を開くことができない可能性が大いにあるっていうことなんだよね。さあ、あー、上がっていく。あ、くそ、あん、くそん、やなこった。どん。まだ逃がしません。さあ最後のレッスンを始めるとしよう。よいしょ。いつの間にかその右手までね、そんな進化してて、これなったのはいいけどさ、でも結局個人の力を高めたとしてもね、テクノロジーには勝てないからさ。この後マイク来るけど、君マイク来たら多分終わるぜ。ふい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 。あ、ちょ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 、あ、蹴り、あ、ああ、蹴りをつけようか。じゃあこっちも卑怯なことしてやるよ。うわあ、なんでおめえさん、うりゃ。お前ならここまで来ると分かっていた。そこまで買っていただけたんすか。 ありがとうございます。おう、おう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 、あうわ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 う、切り刻ん。あ、ちょっと待って、この技の避け方が分かんないんだよな。多分しゃがむのかな。しゃがめばいいんだろうけど、多分ね、ね、しゃがんでくれないんだよね。あー、ちょ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 、わ、たまーとたまー、ぶち抜きーす、ザモスザモスザモス、ふっ、キック。いやー、その縦切り、縦切りなんかあんま意味ない気がする。痛い。かつてのあんたもそうだったろ。ほいほいほい、ヒカキン。よし、あら、思い出話だってしたっていいじゃないですか。ダーナー、おっちゃんだって好きだろ。思い出話が好きだから、俺みたいなし、かつての部下とこうやってキャッキャイキャイチャイチャラストダンスしてんだろうって。痛いんだよ。え、死んだんだろ。
あー、来た。この力こそが全て、力こそがパワーなのだ。フガー、多分筋肉には負けるな、君な。あ、ちょっと待って。あー、守りたいものさえぶち壊す。ほい、ほい、あんたは分かってた。やおー、わおわおわお。いや、その逆だ。ふう、俺は何も分かっていない。すごい力が入ってるんですね。甘いんですね。意外と実はこれ食らってる。あ、やばい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 。落ち着け。ほい。あー、それはずるいでしゅ、ダメでしゅ。じゃ、ほい、ほい、ててあれ、なんでさっきからこれの弾き返す手段がないんだろうね。ふやった、落ちる。ぬん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 、ダメです。切り刻む。ちょっと余裕を持ってたら多分ダメな気がするから。うっ、うわあ！これでなんとかお許しください。これダメージ食らってんのかな。あいがちょびた。だからなぜだって。おい、ボタンよ頼む。おい、あ、ちょっと課金、あ、ちょっと。あっ、なっ、よ。危ない。ほっ、課金、あれ、ちょ、課金がし、なんかさっきから全然パリーしないんだけど。あー、出た、もう、おっさん、めっちゃかかってってますよ。あー、急に蹴り、遅いっすね、そうっすね。おそれは俺も分かってんすよ。許してください。やっぱ強えな、ゴンザレス。強えよ。落下の危険性。ガキ際で戦うのは危険だ。うん。いや、強えわ。強えというよりは、あのね、キーボードが一番の敵だわ。おお、急に準備はいいか、ルーキー。課金、課金、ほら、ほら。あー、これほんとどうやってかわすんだろうな、わかんない。あのね、 E ボタン押してるのに E も反応しないからさ。E スポーツ、あー、ありがとうございます。かい、そこまで買っていただいて。あー、ちょ、悪くない、さすがは俺が見込んだ男だ。ボディがガラキだぜ。俺が誰より分かって、逃げる。ただ哀れにも真理に気づこうとしない。よし、いいね。あ、なるほどな、振りかぶる瞬間にやるんだ。うわー、なんでやねん。人間の肉体でいつまで抗えるか。あ、ちょっとおかしいって。なんでできてんのにさっきから。ふっ、あー、そういうことか。いや、あの、くだらない思い出話をしてるのはそっちも一緒だと思われますが、いかがでしょうか。上層部、上層部、女子、ふい、課金、女子、あ、ちょ、女子、今さ、女子、よし、女子、おっしゃる通りです。もう、まあ、あの、ガード、あの、もう攻撃力全振り、なんでやねん、おかしいだす、よいしょと。ほい、課金、あ、あ、来た、力こそパワー言うてる場合か。ん、あー、揺れる、やりゃー、やら、めらい、切り刻む、課金、あ、てか、課金して、あぶれ、無課金、危ない、あれ、今なんで知らなかったんだろう、不思議だな、課金、あ、おえ、めっちゃ否定する、課金だ、うわぁ、ただの化け物だ。いや、誰、あおー、あおー、力こそ、バブー。いやー、揺れる、あれ、これなんか2発で来たー。はい、感謝しよう、心からあっ、ありがとう。よしさあ、これでおしまいだ。あー、まだ生きてる。強いね、少佐。あれ、てか普通に
やっぱり、あの、原作と違って普通に強いな。あの、ナイフに対しても強いな。押したーい。はい、はい、はい、痛い、蹴り。ためらないです。ためらってないんですよ。ためらってないんですよ。ほら、覚悟見せます。覚悟、覚悟。よいしょ、もう一個覚悟。しょっしゃーほらーめー、最後の爆発物陳列剤でどうじゃまいったかんやろうめーんやろ、めっちゃ卑怯なことしてやったわ。もうもう勘弁ならねえってなったからね。もう爆発物ボンバババババババ、なんかわあ、なんかすごい、お前そんなやり方超卑怯じゃないっつってドン引きしてる顔してるんだけど、せめて最後はこれのナイフでやってくれよみたいなね。でもね、俺、お前のそのナイフ、確か、あの、預かったはずなんだけど、なんでまだ持ってるのっていうね。まあ、このように、あの、量産型ね、いっぱいあるからね。ちょっと待って、今何本までいったっけ ?1、2、3、4、5、6、7、8。はい。そう。ね、まあ、超卑怯じゃないみたいな、そんな顔されちゃったけどね。ごめんね。あの、卑怯なんすよ、僕。あのね、何回も何回も同じことでやられてたらね、もう勘弁ならんつってね、もう、あの、いっそのこと、もう、だったらやっちまうよーっていう、そんな感じになっちゃってるんでね。あー、いや、大変だったわ。汗が止まんない。あれ、もう10月も終わりだよ。ほんとに大変っす、大変っす。さあ、決意した顔を見せながら、ギャー刺してグワー言うてんのにまだ生きてるわけね。レオン、いいえ、もともといい顔ですから。うん、もともとイケメンなんすよ。あなたのそのよくわかんないあのね、血を塗ったうんぬんかんぬんをしている人よりをさ、えへへ、やりきる最初さ、さあやりきるボンバー、何があってもロッテのツアップ。生きてんだよな、銃で撃てないんだもんな、やっぱりあれ出てくる。でも、生きてんだよな。よし、うわ、本当にもう全然まともに操作ができないよね。ショートナイフ、ショートナイフもでもいいかも。よし、じゃあいきましょっかい。なんとかハンドガンをほとんど使わずにいけたぞよ。まあ、あそこで超使っちゃったからな。まだ作れんじゃん。やった。よっしゃ、なんかよくわかんないみなぎりの声が出ましたが、はい、じゃあ無事ね、チャプター13ですかをクリアすることができましたので、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。区切りがいいですからね。はい。ということで、また次回パートでお会いできたら幸いでございます。で、次回から多分、ナイフでやっちゃダメな気がする。俺のこの、プレイスタイルというか、うん、やり方だったら。やっちゃったら多分ね、もう本当にね、前に進むことが一切できない、合切、もう死んじゃうみたいな感じになっちゃうから、一旦ね、あの、ハンドガンをフルに使いながら頑張っていきたいというふうに思います。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。では、はた。